ご視聴ありがとうございます。バオシンです。四国縦断編第4話、生口島での一人旅最終章のテーマは、ヘルメットも装着しましたんで早速サイクリング行ってきます。夕暮れになって風が気持ちよいですね。本当は予定になかったサイクリング。なかったんですけど、バスもない、50cc は予算に合わない。となったら、残った手段ってサイクリングしかない。それにここ、しまなみ海道の一部ですから。そう考えると、やっぱ最適解かなって思ったんですよね。なんか普段使っている自前の自転車よりもペダルが軽いです。さて、垂水というところまで一応3キロ、多々良大橋までは5キロです。またお叱りを受けそうなんですけど、今回は自転車ですし、安全に配慮して撮影してますので、ぜひご自分がサイクリングをしている疑似体験していただければと思います。しまなみロマンさんとは3時間の約束なので、1時間半で多々良大橋まで行って、レモンの谷も一緒に行って戻ってきたいですね。走りながら知っている限りの知識を披露して心苦しいんですが、生口島の垂水地区が日本で最もレモンの生産量の多い地区なんだそうです。思い出しちゃいますね。延長料払った田沢湖でのことも。田沢湖でキックスケーター借りたんでした。でも1時間以内に戻ってくることができなくて延長料金払ったのが懐かしいです。小さくて見づらいとは思うんですけれども、この生口島は芸術家の平山郁夫さんのふるさとということで、西側の海岸線沿いに立体アートがたくさんあります。あそこに見えるのもその一つです。さあもう一度進みます。見えました、多々良大橋です。多々良大橋があるということは、対岸にあるのが近江島、大山住神社という経験新たかな神社がある島です。近江島に渡ってしまうと、そこはもう愛媛県なんだそうです。ここですね、瀬戸田町垂水。そしてこっちがサンセットビーチ。レモンの谷までサイクリング楽しみたいと思います。風が気持ちいい。垂水天満宮っていう神社があるんですね。ここがサンセットビーチですか。ちょうど海水浴シーズンですね。僕はしませんが。中国の方も生口島でサイクリングを楽しんでいるようです。ここにも港がありますね。そうそう、
自転車漕ぎながら予告をして何なんですけども、大三島今回の四国縦断編最終盤で足運ぶ予定にしてます。どんな内容になるのかぜひ楽しみにしていただければ幸いです。引き続きサイクリングを続けていきますが、本当に今回は以前配信した旅行映像シリーズ関西福井編や広島山口編のような何度かに分けての撮影ではなく通しでやるのでうまくやれるか心配なんですけど、体のことも気遣いながらたくさん撮りたいなと思ってます。さらに多々良大橋が近くなりました、ね、あとどのぐらいで着けるでしょうか。殿山というバス停通過しました。わあ、サイクリングしてる人たちがいっぱい。こんにちは。多々良大橋が目前に見えてきました。次回の予告を少し挟むことになるんですが、あの多々良大橋をバスで渡ります。話は変わりますけれど、多々良大橋建設にはちょっとした感動エピソードがあるらしくて、芸予諸島の景観を壊さないように設計がなされてるらしいです。ベタダの港を出発してからおよそ35分経過しました。風はそこそこあるんですが生ぬるいです。遠くに見えていた多々良大橋、ずいぶん至近距離で確認できるところまで来ました。この先なんですけれど、やっぱり生口島レモンの島なんだなって思えるものを一つ見つけました。この看板にちょっと注目していただきたいんです。人はこの島をレモンアイランドと呼びます。国産レモン発祥の地、瀬戸田のエコレモンということで、ここにレモンをあしらったモニュメントあります。本当にその通りだなと感じてます。最初に来るべき場所としてぴったりでした。明日はあの多々良大橋を渡ります。ちょっとこの坂を登ってみますか。勾配がきついんですよね。何があるんだろうこの先。いいものが見られるといいんですけど、あったあった、こんなとこにあったんだ。国産レモン発祥の地、瀬戸田エコレモン。農協広島県のレモンの生産者の方々、関係者の方々によって作られたモニュメントなんだそうです。一番多々良大橋に近いところで来ることができてます。明日あの橋をバスで渡るかと思うとワクワクが止まらないですね。まあでもだいぶ体力を消耗してきました。限界までやりきるよりかはこの生口島での一人旅をエンディングにしたいと思います。今回の旅行動画楽しんでいただけたでしょうか。
ぜひコメントと高評価、そしてチャンネル登録をお願いします。次回の四国縦断編なんですが、この生口島を離れて今治から鉄道に乗り換え、高知市に向かいます。最後までご視聴ありがとうございました。